かない。知ってる面白い。ちょっと今度またね。サメも一緒に混ざってる。潜ってます。サメさんたちが全然見えないじゃん。何この企画。うわー入れすぎ。何この戦い。ちょっとやめてくれ。パパやばいよ。スピンからされるパパ。皆さんこんにちは。おはせー。おはせー。おはせーです。今日もおはパパです。今日は久しぶりにスライム作りをしたいと思います。入れすぎスライムをちょこちょこやってるんだけど、みんなでスライムを作るっていうのは久しぶりかなと思います。何を作るかというと、じゃじゃん、アクエリアムスライムを作りたいと思います。覚えてる？シーモンスターの時に作ったの、うん、で、今回ディアゴスティーニさんにシャーク&ポーシャークのおもちゃをいただいたじゃない。実はね、まだ余ってるのよ。なので、はい、これを使ってサメの水槽を作りたいと思います。せっかくスライムを作るので新しいスライムに挑戦してみたいと思います。前からすごい作ってみたかったんだけど、水のプルプルスライム、海苔を使わないで作るスライムです。違うんですか、普通のこと。普通はね、こうやって固くて伸びるじゃん、うん、だけどなるスライムを作りますね。ブルンブルンするスライムを作る。柔らかい水っぽい。そう。ただしこの水槽を作らなきゃいけないので、かなり量を多く作らなきゃいけない、はい、なので大変です。頑張れるでしょ。はい、頑張れるでしょ。じゃあやっていきましょう。イエーイ。作り方はとっても簡単です。まずこの水槽に作るスライムの量のお湯を入れてください。お湯大丈夫か。お湯下から取った方がいいよ。滑り落ちちゃいそう。ちょっとじゃあ2人とも箱見てお湯準備しておくから気をつけて。ピピピピピ。お腹がかさん。ここの上にできればボーンと置いてほしいな。おおすごい、うん、結構厚めのお湯でいいと思います。入れまーす。はい、やったー。これだ、箱も大変なんじゃん。それはパパの仕事だよね。水入っちゃったらカオとセイには持てないからと思って。これでも持てるのね。それ持てなかったらちょっとマッチョ男子としてやばいと思うよ。あーそう、キモい。見てて。うわっ、どっちがマッチョか戦おうよ。せーの。パパのかっこいいところ見たい人。はい。ちょっと2人とも避難した方がいいかも。なんで？パパがこけるかもしれない。そんなの必要だった。じゃあ行きまーす。何？無理でしょこれ。危ないからやめて。ちょっとどいて。で、おい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 で。オッケー。そしたらこちらガーガム。これって何なんだろうね。ガーガムっていう粉を入れるんだけど、これ食べれるらしいんだよね。じゃあ私。じゃあせいちゃんがこの中にドボッと入れて、カホがそれを振りながら。ドボッとは入れます。強いよ。で、曲げる。そう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 、上手上手。グワーマメっていうものから取れるなんか粉末みたい。それは何の料理に使う？わかりません。これをよく溶かすのが大事です。一回塊になったらもう溶けない。
ガーガム全部入れていいよそれ。わーい、えいえいえい、片方じゃない、よし、プススプスス、ちょっと固まってる、固まってるなら最後すくっちゃおう。これ透明になるのかな、すでに白いよね、この色です。テストでやった時はこれもっと少ない量で作ったんだけど、フードカラリング入れて青にしちゃったんだよね。なんかちょっとわかんない、うん、ちょっとこせるやつはこうして、こうやって。くもー、ありがとうございます。かわいい、すごいね、固まってた部分すくい出しましたね。次、ベーキングパウダーを入れて溶かします。はい、はい、ブクブク言ってる、うー、なんで、なんて言ったらいいんだろうね、パパ。ちょっと言葉がないですね、私の中で。ちゃんと子供に説明してあげてください。ベーキングソーダはなんでブクブクなるんですか。大人だから知ってるはずよ。ちょっと今度またね、ごまかしたー。ヌヌル感はすごい、透明感は今んとこないけどね。でもなんか動画で見たやつは透明だったよね、パパ。いや、あなたも青い、あー、フードカラリング入れてたか。まあ、青を入れて、鬼っぽくしても別にいいじゃん。でも、サメ入れても見えないね。あとはコンタクトソリューションを入れて混ぜるだけです。どうなったのかね。どうなった、早くしとかないと、パパ、早く混ぜないと混ざんないよ。早く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 、全然スライムになんないじゃん。音が入る、いい音バーティングよ。パパ開けてだった。じゃあ、セーブ今度開けます。仕組みに来た、仕組みはこんにちは、ハンコを持ってる。じゃあ、カホとパパが一生懸命かき混ぜて、セーがどこどこって見える。あそう、スライムになってきた、トロトロになってきた。これ絶対透明にはなんないな。よし、ちょっと方向転換しようか、はい、スライムになっちゃうと色つけるの大変だから、はい、この段階でちょっと色つけよう。本当に一滴でいい。ストップ、オッケー、バイ、おー、まずね、綺麗じゃん。あ、でも綺麗綺麗、やはり仕込み、すいません、ありがとうございます。やっぱガーガムが上手に溶けてないから、ガーガムが足りてないのかな。すごく柔らかい、うん、おっぱい。あ、もうこれが最後、最後、これじゃないの、あるけど。いや、でも本当だ。どう、スライムになった、いくよ。あ、一応剥がれるんだ。とりあえずコンタクトソリューションもう1本入れようか。全部、うん、1本ぐらい入る余地あるよ。大丈夫、頑張って、楽しんでるから。あ、ほんとだ、見て、ここ分かるかな、スライムになってるから剥がれるのが、うん、気持ちいい。でも、でも重たい、はい、でも見て、取れるは取れるね、ほら、ほんとだ、まあ、ベタベタしてないんだ。そうだね、まあ、そうだね。あ、食べた、ほんとだ、スタート。なんか渦が、うん、え、ちょっと待って、手まくりしてくれる、手まくり、手まくりさん、おお、スライム職人。そうだね、スライムにちゃんとなってるかなって。じゃあ、さかなちゃん1個あげてくれる、オープン、ここにじゃあ、あります。ほこりザメ、汚れザメ、汚れザメだ、ほんとに当たった。わー、見て、変な感触する、面白い、汚れザメ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 、あれあれ、いや、これ
あ、引かないかどうかチェックします。今手持ってます。はい、じゃあ手を離しますよ。はい、3、2、1、いくわー。それから浮いてしまう。でも綺麗に取れる。汚れじゃねえなのに。これに少し移して、どんだけぐるんぐるんスライムになってるかをみんなに見せようと思って。そう、これで、ほら、スライムだ。結構すごい。でもこんないっぱいにしちゃうとスライムに見えないっていう。普通にしか違うサメだったらいけるかもよ。開けてみよう。3、2、1、5、5。さあ何ザメでしょう。何だと思う。みんな当てて。アオザメ。セイは見てんじゃん。セイ、アオザメ。嘘、待って。いや違う、茶色いザメ、メジロザメです。ぽよんぽよん。あ、じゃあ中に入れます。お、わかんないんじゃない、これだったら。いや、じゃあ手離すよ。うん、せーの、はい。耐えてる、耐えてる。違うんだけどね。じゃあベーキングソーダ入れます。どうですか。サメも一緒に混ざってます。潜ってます。サメさんたちが、セイは一緒に開けるの楽しんでる。待って、大白ダメだっけ。もう、なんかね、柔らかくなってきました、ね、逆にそうか、やっぱうまくいかないもんだね。いい感じだったんだけど。本当そうでしょ。全部入れてる。これでもう全部1点は落ちました。スライムだよ。女性どんどん入れていいよ。サメ、いくよ。気をつけろよ、危ないぞ。これそのまま自然に落とすから。エッチ、ちょっと水槽壊れるじゃん。何やってんの。どこで壊れてんじゃないの。パパやばいよ。こんな感じ。立ってないよ。向きがおかしいじゃん。これパパパパやめて。パパの入れ方がそもそも間違ってんだって。どっちの角度かちゃんと考えていい。そう、そういうことだよ。どうしたらだよ。びっくりするぐらい見えない。嘘でしょ。じゃあ次これ。火山。火山全然この人たちの意味がないんじゃない。浮いた。いや浮いてない。よかったら、ママ火山見て、浮いてる。あー、浮いちゃってんじゃん。ちょっと全然じゃん。ちょっと浮かないよ。私がただ手で浮かしただけ。全然見えないじゃん。何この企画。ママだよ。ママです。ブルンブルンスライムじゃアクエリアムが作れないっていうことだけが分かる。普通のスライムでやっちゃダメだった。だって同じことしても面白くないじゃん。このみんなにこのブルンブルンスライムの作り方を教えてあげたいじゃん。ほら、なんかすごいこと始めた。すごいこと始めた。海が溢れてるよ。水と違って戻せる。やめてやめてやめて。なんでパパも一緒に参加してるのよ。やめて。やめて。どうしようもないじゃんこれ。こっちからこっちから。これめっちゃうまい。ブルンブルンスライムとしては大成功だと思います。これ見て。ほら、こうやって。さすがね。ただアクアリウムを作るという意味では大失敗ですね。はい。全部ちょっとそろそろ。そろそろやめとこうか。ちょっとパパやばいよ、やばいよ。パパが怒り出すよ。パパが怒り出すよ。ちょっと戻して。顔が。ちょっと戻して。スライム職人がやりすぎ、行きすぎ、入れすぎ。何この戦い。ちょっとやめてくれ。頼むからもう大変だ。そうするのは
待って待って待って、もう早く閉めて。イエーイ、動画これでもちゃんとスライムなんだよ、本当に。動画閉めて。パパどいても、パパがもうパパ。グッドボタン